さかねフラワーチャンネル始まります。これは何でしょうか。また今日ね、カルチャーの帰りにダイソーに寄ってまいりまして、このどうしても竹が欲しかったんですね。そしたらこれが300円でありました。で、これをちょっとリメイクいたしまして、ご近所さんやちょっとお世話になった方に差し上げようと思いました。そのリメイク動画を撮っちゃいました。どうぞご覧ください。このままでも十分おしゃれなんですけれども、悪い癖ですね。何か壊したくなるんですね。足したくなるんですね。しだれ梅と南天と、それから水引きでちょっとリメイクいたしましたので、それも最初は動画に撮る予定もなかったんですけれども、やはり説明するとなればね、やはり 見てもらった方が早いかなと思ったので、動画に撮りました。よかったら最後までご覧ください。とっても可愛くできまして満足です。早速ね、いつもいつもお世話になっている方に差し上げる約束をしてしまいました。このいつもいつも使ってるグルーガンとか、グルーガンの芯もね、ダイソーにございますから、皆さんこれとっても便利ですから、グルーガンも購入されてはいかがでしょうか。ただしね、これやけどね、注意してくださいね。最初ね、5分ぐらい温めて十分熱くなってから、そしてガンですね、ピストルのようにギュッとこう握っていただくと芯が溶けて出てきます。低温ですから、そんなにやけどするといってもね、危険なほどではございませんので、これ一つあるととっても便利ですね。その際にね、芯がなければね、何にもなりませんので、グルーのりの芯をご購入ください。門松のね、後ろの方にも難点を入れて3箇所に難点を足しました。この難点もダイソーにありました。これ去年ね、私が買って置いてあったものなので、今年もなんかこういう赤い実をね、ご購入されてバラバラにして出されてはいかがでしょうか。そしてこの袋も利用いたします。やっぱりね、きちっと入る袋ってなかなかないし、またこのね、セロハンを買いに行くのもね、 なんか面倒ですから。でちょうど両面和紙千代紙っていうのがナンバー116番がありましたので、それもついでに買ってきました。ちょっと何かね、包んだりするのにいいかなと思ったので、これにちょっとベースとして後ろにちょっと敷きまして、そして入れると、やはりね、ちょっとこういう心遣いをすると高級に見えますよね。300円のものがちょっと1000円ぐらいに見えないかな。それはちょっと無理かな。そんな感じでワクワク楽しくね、ああこれだとね、なんか人にね、あげちゃうみたい、あげるみたいな感じでちゃっちゃっとあげるから、多分すぐなくなると思います。たくさん作ったんですけれども、多分ね、早い者勝ちですね。どんどん私と会った方から順番ですよ、先着何名っていう感じでしょうか。明日ね、生徒さんがね、お稽古にいらっしゃるんですけれども、多分ね、その方たちがゲットしちゃうんじゃないでしょうか。最後までご覧ください。
こうやってね、なんか準備してる時がとっても楽しいです。それでは皆さん、お正月の大掃除などもお疲れが出ないようにしましょうね。それでは皆さん、ごきげんよう。失礼いたします。